おはようございます。ハーベスムーンフォアガールの続き、2年目夏の夏じゃねえや秋の17日から再開してやっていきましょう。明日も晴れ、天気のいい日が続くな。ちょこちょこ雨降ってくれてはいるけど、ウェルチェック、うん大丈夫、相変わらずのテンションである。産着まで気にしている。まあ大事なんだろうけどな、お前もちょっとは気にしろよという風に言われている気がするぜ。おはようございます。ということで今日もやっていきましょう。さつまいもくんをひたすら作っているからな、周期的にはさつまいもの収穫が何もない日は暇になってしまいますが、お水やりは大事なんでそれを頑張りましょう。魚は、あ、あれ、なんかめっちゃ増えてない？魚めっちゃ増える。俺の知らない間に倍ぐらいになってる。こんな増えることあるんだな。もしかして増える数が2から5匹ぐらいでランダムだったりするかな。あとはこちらが大魚たくさんいるっていうことをきちんと把握した上で餌をあげていたから、それで増えたっていう可能性も。魚全体の割合で大魚の割合が高いと増えやすく、小魚の割合が多いと増えにくいみたいな。割合という説は全然ありえるな。100匹大魚が入っていたら100匹増えるとかだったらな、めっちゃいいんだけど。今日は水やりしかやることないのでイベントを探そう。うん、イベント探すんだったらもう少し早くてもよかったけど、時間帯が悪いと全然イベント起きないとかザラですからね。クリフくんを探してるけどグレイくんは何もないと。グレイくんのハートの色かなり黄色だよな。何が言いたいかというと、ドクターのハートの色ってもうちょっとオレンジがかってたと思うんだよな。やはり上がってるということなんでしょうかね。マナさん、この町には年頃の男の子がたくさんいるのに、どうしてあの子は出て行っちゃったんだろうね。都会の男なんてヘニャヘニャしてて話にならないわよね。でも結婚して戻ってきてくれるんなら話は別なんだろうけど、そういうわけじゃないんだよ。あのハリスがアージュのことをね、早速でゆっくりことこと言ってこなくっちゃ。さすがはうちの娘やね。わあ、なんかあれ微妙にお家入るときに間がありましたけど、こういうイベントだったんだ。え、てかハリスさんのこと報告しちゃってよかったの？これあれか、ハリスさんが実は私果樹園の娘のアーシュさんのことが好きだったんですっていうイベントの続きなんだな。へえ、仕事は慣れてきたか。人間の頭なんて簡単なもんだ。酒は体にいいやん、いいって思いながら飲んでりゃ病気にもなんねえよ。いや、なると思いますけど。まあ昔は百薬の長とか言われてたりしましたし、ストレス抱えるぐらいだったら少しぐらいのお酒は全然いいと思いますけどね。でもデュークさんがこの間の宿屋でやったような飲み方は良くないけどな。ザクー、元気そうじゃん。ザクも意外と軽いんだよな。リック、リックはいつになったらハートの色赤くしてくれるんだい？リックはな、話しかけた時のパターンが案外少ないというのが個人的には気になるな。アーシュさんのこと、ハリスさんのことを報告した。それ以外のイベントは特にないかな。宿屋さん、なんもないか。食料を奪っていった事件の犯人探しもまだ終わってないかな、これは。ん？ランはいないな。もしかしてこっち？お、入れた。ついにここに入れるようになりましたか。宿屋の裏側こんな風になってるんですね。こっちも入れちゃう？入れちゃう。あれでもランの寝室にランがいるわけでもない？勝手に入っちゃったよ。物色。鍵がかかっている。すげえ、ここまで入って来られることを想定している？それとも普通に貴重品が入ってるとかか？
調べられそうなものは特にないですが。こっちがダットさんの部屋かな？色合い的に。何かないかな？何かないかな？なんもないな。入れはするけど物色はできない。まあ、もしかしたらイベント絡みとかで、ここに入った時に何かが置いてある。勝手に読んでしまって大丈夫だろうか？読む！みたいなパターンもあるかもしれませんが、今はない、意味もないみたいですね。ダットさん。待ってたぜ。おお、待ってくれていた。一年中仕事なんだ。仕事が取れねえや。やだやじゃ仕方ないがな。確かに誰かの休みを提供する空間だからな。休めないのは辛そうだ。でもあの部屋って、あれだよね、ダットさんと仲良くならないと入れない部屋だったから、イベントとかを通してダットさんとの仲だいぶ深まったっぽいですね。ミネラルビーチ来てみました。何かあると思ってたら？ありましたよ。誰だ？おお、この二人。ミネラルビーチでデートしてるんだ。先生に誘ってもらうなんて嬉しいです。いつもエリーには助けられてるから、特にお産の時はね。ありがとうございます。でも、それが悩みといえば悩みなのかな？この病院にやってくる人は大抵出産のために来ている人だから。へえ。なんかそれに関しては、有名なドクターだったりするのかな？先生どうしたんですか？このままじゃいけないってことだよ。僕は医者としてまだまだだってことだ。先生？悩みを打ち明けている。大事なことだと思うんだけどな、おさんの協力も。先生、私ずっと先生にこの街にいてもらいたいんです。ん？エリー。ドクターに一歩踏み込んでいるね。え？行っちゃったー。俺もドクターの悩み聞きたかったのに。これはどうなんだ？ドクターと一緒に山で水遊びをしたという俺のアドバンテージは崩れ去っているのか。くぅ、エリー、さすがの難敵だぜ。仲良くなっているのに、そのパートナーとの恋愛イベントが進展しないとこうやってライバルイベントが進んでいくってことだと思うんだけど。違うんだよな。俺は見たいんですよ。恋愛イベント。だけどなかなか発生しないんですよ。この気持ちは分かってくれるかな？ドクターの悩みを聞くことはできて、ちょっとだけほっこりしているんですが、クリフのイベントは来ないな。まだなのかな？まあ、曜日とか時間帯とか、いろいろ条件あるでしょうから、まだ見られないなのかもしれませんが。もっと早い時間帯に宿屋行って、クリフがいるだろうっていうことを見越して、アクションを起こすとかかな？大体こういうのって、その人がいる場所に行けばイベント発生するから、そこまでいろいろ行ってみるのもありかな。ちょっと12時、お昼の12時に自宅で入りでイベントないか。こうやっていろいろ試していくのも大事なんですよね。最近全くやっていなかったけど。特に何もない。じゃあ仕事の続きやるね。早めの睡眠を心がけましょう。明日は大収穫が待っているはず。おやすみ。おはようございます。秋の月18日、月曜日やっていきましょう。明日の天気は、雨。割と定期的に来てくれるな、こうやって見ると。晴れが続いてますね、とか言ったけど。おはようございます。ん？あ、ハリスさん。もしかして俺がチクったの、怒ってる？すみません、ハリスですけど。何でしょうか。この前は突然変なことを言ってすみませんでした。僕のような立場の人間が街に事件が起きたらなんて、そっちか。どうかしていたんです。本当にすみませんでした。ん、ザクだ。何か事件が起きたらっていうこと？なんだ、アリス、こんなところにいたのか。何かあったんですか？手紙が来てたぜ。家の方まで持って行こうとしたんだが、お前の姿を見かけたもんだから。それはすみません。ありがとうございます。おお、アーシュさんの手紙か。そういうこと？この二人って進展するんだったっけ？アージュさんからだ。アージュさんって言ってたけど、アージュさんでした。読んでくれるのかい？あ、メイさんが？ありがとうございます。あ、僕、これからパトロールなんで行ってきます。お、ハリさんの恋模様を応援することができたか、これ。であるならよかったんだけど。うん、幸せになるよ。ある意味、ハリさんの方では、いい事件が起きてくれたというわけですね。めでてえじゃねえか。これからも、ハリムよ。ハリムようにな。ハリスさんには、
遅めの春が秋頃やってきたというところで、俺はサツマイモを収穫するよ。俺にも春は来ねえのか。残りこんだけあれば生きるかな。いや、これで生きるかなって思ったら生きないなんてパターンめちゃくちゃあるからな。あまり過信せず、やるように。よーし。奥の広い方はだいたい終わりましたね。これでちょっと、今年の冷蔵庫を収納分を保管したら、水やりに入りましょうかね。まずこれぐらいで綺麗に間に合うんじゃないのかな。さつまいもって今どれぐらいあるんだったっけ？足らないんだったらもうちょっと入れてもいいかな。じゃがいもが100個近くあるのにさつまいも少なくない？わー、少なかった。これはいけません。これではいけませんね。もうちょっと回収しよう。もしかしたらさつまいもを大量にね、使いたくなる時が来るかもしれないからな。スイートポテトあると思うんだよな、このゲーム。となるとですよ。スイートポテトは、めちゃくちゃ大事。スイートポテトのために、さつまいもをめちゃくちゃ使う時も来るかもしれない。そんな時に、ああ、冷蔵庫にさつまいもが20本しかないってなったら、町の人たちみんなに振る舞うことができない。そうなってはいけないよね。もう何本か回収するかな。いや、もうワンセット回収したら、残りはコロボックル君だけで、今日中に仕事終わりそうな気がする。ので、そのくらいにするかな。だいぶいってるよ。言うても7人いるからな。さすがにこんだけやれば間に合うんじゃないかな。残りはコロボックル君のお仕事っぷりに期待しましょう。連作であと何回も回収できますから。1、2、3、4回？え？あと4回も回収できるの？ぐらいありますんで。その時に足らないと思ったら回収するでいいでしょう。さつまいもほんとすげえな。頑張ったらこの、秋の月の1ヶ月だけで999本生きるんじゃないのか。お、今日はすごいな、来たぞ。どれぐらいでしょうか。30万いったぜ。収支がプラス28万。いいね。30万も近いね。もう、6時。6時のせいだよ、これは。さあ、どうかな。さすがに言ってくれてると思うんだけどな。でも、あんまり終わってる感じしないぞ、これ。まだボコボコ言ってるもの。あー、ダメだったか。ちょっとコロボックル君に、おんぶに抱っこだったか？甘えすぎたかもしれねえな。ぬん、残ってるぞ。7人体制でもダメか。ちょっとずっとこの牧場の中でな、見てたからかな。お前の仕事を見ているぞ。コロボックル君緊張しちゃったか。ただ真ん中の方は大体回収してくれてるから、おかげでなんとかなってはいるな。おう、おい、よくない？なんだ、俺が回収して、回収できるところだけを残してくれている。分かってんね、コロボックル君。いい仕事っぷりだったと言わざるを得ないね。なんかやってるんだけど。仕事は全部済ませたの？ちょっとだけ残ってたけどな。なんか建物の中に入ったなと思ったけど、なぜここに入ってしまったんだ。なんか閉じ込められてね、コロボックル君。無理に歩いてるんだけど。運動不足。なのかい？大丈夫か？これ明日ちゃんと帰れるか？明日起きて、わあ、ビニールハウス様子見るかって言って、入っていってこれだったらどうしような。ちゃんと今日中には帰るよ。変なところにいるな。他の子たちもうみんな帰ったぞ。さあ、まだまだ秋は続くよ。今日は寝よう。おやすみ。おはようございます。雨降る秋の月19日、火曜日やっていきましょう。お、連日の雨だ。21日が羊祭りだから晴れ確定として、連続の雨は珍しいですね。ありがたいぜ。さあ、そして、火曜日といえば、美味しい時間も、外せませんね。ぶどうジャムだ。
これどっかで聞かなかったっけ？山ぶどうの実、鍋、砂糖。山ぶどうの実、鍋、砂糖ね。これはすぐ作れそうだね。山ぶどうの実って、最近回収してないけどな。では作りましょう。鍋と砂糖だね。ミキサーはいらないのかな？俺の素人考えだと、何？ジャムをかき混ぜなくてもいいのか？となってしまいますが。これでいきましょう。まあ、鍋でぐつぐつ煮込むからそれで十分というかことなんでしょうけどね。できたぜ。なかなかおしゃれな瓶に入っているな。ぶどうジャム。これぶどうジャムとパンを混ぜて、ジャムパンとかで作れなかったっけ？何もいらないのかな？包丁、ありかな？トーストとかで、オーブンで焼いた方がいい？わかんねえ。まあ、とりあえずジャムパンができないか実験をやってみようか。こんなレシピなかったっけ？図書館で読んだ記憶があるんですが、記憶違いだったかな？あ、できたわ。やったぜ。何これ。フリスビーに見えるが、ジャムパンでした。やったね。ジャムパンは結構好み分かれそうだけどな。俺ぶどうジャム嫌いなんだよねっていう人、いそうじゃない？あげる相手は慎重に選んだ方が良さそうですが、ポテトにもおしゃれさせたいな。嫌がる人もいるかもしれませんので、気をつけましょう。おはようございます。コロボクルー君が騒動にしていますが、今日までの子たちが3人いますので、明日またお願いしに行かないとね。雨降ってるけどどうかな。朝一番の山とか、実はイベントあったりしないかな。クリフ君がちょっと一人黄昏ているみたいな。仮にあったとしても晴れていなきゃダメとかありそうだけどな。何もないけど、なかなか綺麗な光景だった。雨降ってくすんではいるけど。おお、遠くの山々が赤く燃えている。これいいね。ではドクターにプレゼントでも行くかな。ドクター、会いに来たよ。あれ、黄色のハートからあんまり成長しない感じがしてきたな。まだかー、まだなのかー。アージュさんの話進展で、またなんかないかな？ないみたいですね。お昼の2時です。宿屋さんでイベントはないか探しています。何もないけどクリフはいたぜ。クリフ悩んでんな。誰かがこの悩みを解消してくれたらいいんだけどな。アイジさんからの手紙を読むと、お、どんどん仕事をやる気が出てきました。これまだ違ったのかい？今日も残り頑張るぞ。とりあえずハイジさんを救うことはできたらしいな。一通り見て回りましたが、もうイベントなさそうですね。なかなかイベント来ないなぁ。実は仲良し度、内部的にはちょっと足りてないとかある？あり得るかもしれねえ。クリフの好物をまた作って持って行ってありないとな。やるなら冬かな。ドクターとエリーの中はこの後どうなっていってしまうのか、ちょっと不安ですね。3年ぐらいでだいたい、あれ、周りのカップルも結婚し始めるという感じなんですが、その前にイベントいろいろ見られるやつは見ておきたいんですが、どうなることか。幸いにして本命であるクリフ君とランの中がそんなに進展してなさそうなんで、まだ焦る必要ないかなというのが救いでしょうかね。気になるところですが、とりあえず今回はここまで。おやすみ。はい、ありがとうございました。